校舎の屋上で倒れていたらしいが、そこは覚えているかい？ええ、図書室で委員会の仕事をしていたんですが、風に当たりたくなって、それで屋上に。うちの図書室はいつも暑いからね。屋上には君一人だったのかい？はい、私が上がった時には一人でした。フェンス越しに校庭を眺めていたら、後ろに誰かが立ったような感じがしたんです。振り返ろうとしても体が動かせなくて、そうしたらもらうぞって声がして。合成音声っていうのかな、人工的な気味の悪い低い声で、男の声でした。で、その声がしてどうなったんだい？だんだん頭がぼーっとしてきて、何も考えられなくなっていったんです。それで倒れたんだね。そうなんですが、その直前に突然体が少し動かせるようになって、それでもうほとんど気を失いそうになっていたんですが、必死に後ろを振り返りました。そしたらもう薄暗くてよくは見えなかったんですが、二人の人影が向き合って立っていました。一人はズボンで、もう一人はスカートだったみたいなので、男と女だったと思います。私の覚えているのはそこまでです。わかりました。じゃあ宇野森くん、一応病院に行こう。それから神岡くん、もう7時だ、早く帰宅しなさい。事件の考察は明日だ。Thank you.
何をですか？第二の自分。違います。上岡さんはまだ自覚していません。さっきここに何かが来ましたね。答えて。大切なことなんです。さっき来たのは何だったんですか？普通の人間じゃありません。何か普通じゃないものが来たでしょう。どのような姿で上岡さんの前に現れたのか分かりませんが、母親か老賢者か少女か。すいません。時間があまりありません。非常手段を取ります。少し不快感があるかもしれませんが、精神を機能とすると構造は何ですか？考えて答えてください。子供の頃、一番悲しかったことは、パンドラの箱に本当に希望が残っていたと思いますか？わかりますか？気を楽にして。ごめんなさい。女の子、もう済みますから、力を抜いて。ごめんなさい。上岡さんには不快だったと思いますが、仕方ありませんでした。今のは私です。過去に上岡さんの中に入り込んだものとは別だという意味です。上岡さん、僕が犯人でよかったって思っていましたね。違います。今の上岡さんではありません。事件を引き起こしているのは、さっき上岡さんが見た女の子なのです。良い説明の言葉が見つからないのですが、現象を引き起こす上岡さんと今の上岡さんは別の存在なのです。今日はもう大丈夫。明日またお話ししましょう。
そうに。でも心配しないで。あなただけを苦しませるようなことはしない。私を信じて。だからもう少し待って。神岡くん、おはよう。昨日はあんなことになっちゃってごめんね。昼休み、鼓がまた暴走しちゃったでしょ。ごめんなさいね。でも私、鼓を止められなかったし。でも神岡くんが間に入ってきてくれなかったらどうなっていたかわからなかった。ごめんね。そういえば今日も警察の人来ていたよ。何？どうかしたの？うん、最近は普通の自動車で来てるみたい。いつもの刑事さんが教頭先生と話していたよ。事件の手がかりとか見つけたのかな。神岡くん、どうしたの？顔色悪いよ。大丈夫？高等部の全校生徒にお知らせします。本日ただいまより全校生徒に対し意識不明事件に関する聞き取り調査が行われます。1の A から3の D まで順に呼んでいきますので、呼ばれたクラスの生徒は
視聴覚教室に集合してください。なお、その他の生徒は教室で自習しながら待機してください。繰り返します。